フランス人らしい気品を持ってくれって言われて、このセリフでって思って、俺がいないとダメだろみたいなマネージャーさんのディレクションのおかげかもしれないです、ね。うん、っっいあの単に黙ってるだけじゃなくて、今全然振ってもらったりして全然大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。客席の皆様にも振っていただいたりして。<laughs> やってみてどうでしたか。いや、なんか本当にじゃんっていうイメージをまず自分の中でこう作り上げてったのはすごいこう、えー、粗悪というか口が悪い。 えー、そうやってやつかなそうや、そうやややつかか、なそうやかそそそであの、すごいこう、荒っぽくて、はいうん、でなんか口調も悪いっていうようなイメージでちょっとチンピラに近いヤンキーに近いのかなと思って持ってったんですけどあの、もう少しこうフランス人らしい気品を持ってくれって言われて <laughs> このセリフでと思って。<laughs> <laughs> そうなんですよまさかのポイントで来たんで、はい、ここに品を入れるかと思って、はい、あの演じてたんでそこの,このバランス感覚みたいなのがとても難しかったなっていうのは覚えてますねこうやると品が出るみたいなのら結構あの俺がいないとお前100回は死んでるところだぜっていうのもヤンキー口調でまっすぐ言うよりはちょっとこう上からであの俺がいないとだめだろみたいな。 ちょっと上からこう渡すみたいなセリフにしてやってったら割とそれでオッケーをもらっていったのでこうぶつけるってよりかは俺が上だからなっていう感じでこう投げかけるっていうのがジャンに繋がってったんではないのかなっていうの今なって思いますけど、はい、そうやって余裕がある感じで出てきてめちゃくちゃ強いじゃないですか、はい、そうなんですよもう気持ちいいですかやっぱり <laughs> いやーあのー特に変身してからの戦いぶりがやっぱりああ。ああ 解放できた感があって、まるセリフでしたっけあのライカンスロープなったって、いやもううわーしか書いてない、うわーって書いて俺ももうずっと叫んでガーってやってほぼ加工されてるんで、まあでも SE だけじゃないってことですよね。そう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 。さんの声もね。あれもだからオーディションの時もやってました。えーそうなんだ。もううちのマネージャーがあのこまあ大体叫びのセリフガーって書いてあるライカンスロープになるセリフを。 まあ普通だったらまあ5秒とか10秒とか取るじゃない、うん、息が続く限りやってみようかって言われて <laughs> <laughs> 20秒30秒ぐらいまでダーってやって厳しいそうそう、もうそそもの日使い物にならなかったようなお<ー>感じになったでも結果それでううう確かに決まったからマネージャーさんのディレクションのおかげかもしれないです